まあ、初めてベルディのユニフォームで試合して、まあ、すでに最初って感じはしなかったです。でもまあ試合に出れて、まあ、一歩成長したかなと思います。とりあえずもう30分か35分って決まってたんで、まあ、とりあえず怪我しないことがやっぱ一番の自分の中であったし、まあ、その30分35分で結果が一番惜しかったんですけど、まあ、0-0 で出て、まあ、何もしないかなっていう感じであります。プロとか相手が学生とか、まあ、関係ないんで、同じ大会やし、まあ、勝ったものが強いっていうのはあるんで、それは全然何も思ってなかったです。まあ、今日は全員入れ替えて、そこでアピールできた選手もいると思うし、まあ、そこでまたチームが競争できるんで、まあ、それは面白くなるかなとは思います。